どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ、続きやっていきましょう。あいにく、部長に電話しても留守番電話になるだけだった。俺は諦めずにメッセージを吹き込んだ。今日の15時、神社の境内で待っています。部長が来るまで、ずっと待っていますから。一度でいい。ちゃんと部長と話をしたかった。もしかして、事件のことも何か知ってるのかもしれない。部長に協力しているあの人のことも、それも含めて、いろいろと確かめたい。来ない。約束の15時を回っても、部長はやってこなかった。留守番電話を聞いていないのか、それとも俺が一方的に約束しただけだからか、来るつもりないのか。背広を着た男性たちが4、5人が固まって、神社の境内に足を踏み入れた。見た目からして普通のサラリーマンじゃない。男たちは境内や本殿をまるで調べるように見つめていた。その様子からして、どうやら男たちは刑事さんらしい。君、見たところ学生のようだけど、こんなところで何をしてるんだね。友達と待ち合わせしてるんです。一方的に約束をしたのは俺の方だが、間違ったことは言っていない。そうか。遅くならないうちに帰るんだぞ。事件が起きたことは知っているよね。彼らは工藤刑事の同僚らしいが、俺のことは知らないようだ。事件が大きくなったので他県から応援を呼んだという話を工藤刑事たちの会話で耳にしたが、彼らが応援の刑事さんらしい。犯人はまだ捕まらないんですか？男の刑事さんは露骨にバスの悪そうな顔をした。現在捜査中だ。生意気なガキだなとは口にしなかったが、そう言いたそうな顔をしていた。刑事さんたちは神社の本殿の周囲を見回して、それから母屋に向かった。何か進展があればいいが、学生の俺が口を挟むことじゃない。なんで神社に来たのかな。それがわからないんだけど、どうも。ケイさんたちも帰り、神社には俺一人だけ立っている。約束の時間はもう1時間以上オーバーしている。結局、部長は来なかった。くそ。途端に虚しくなってきた。俺一人で空回りしてるだけじゃないか。こんなに無駄なことをするくらいなら、おとなしく家に引きこもっていた方がマシだった。帰ろう。もしかして、工藤刑事から事件のことについて何か連絡が入ってるかもしれない。機密を返して振り返った。なぜ、まだここにいるの？え？先ほどまでそこには誰もいなかったはずの場所に部長が立っていた。フードで隠した目を光らせて俺の方を睨みつけている。部長！約束を守ってくれた。そのことを嬉しく思うとともに、ひどく警戒している自分がいる。工藤刑事に見せてもらった写真と、俺の家で見つけた盗聴器や隠しカメラ、それらが部長に対して猜疑心を抱くようになっている。部長は何もしていない。そう信じたいのに。それは俺のセリフですよ。絶対に来てくれないと思ってました。刑事さんたちが血眼になって部長を探していることを知らないんだろうか。最初はそのつもりだったよ。今は街に警察が溢れていることぐらい部長だって知っているはずだ。そして自分が警察に狙われていることも。でも何か大切な話があるみたいだから、あの人は必要ないって言ったけど、優也は大胆だね。あそこまで熱烈な告白をされたら無視できない。いつもの冗談はなんか冗談に聞こえねえな。別に告白した覚えはありませんけど、でも部長に会えてよかったです。まだあの人は部長のそばにいるようだ。パッと見、いつもの部長とは変わりないけど、理解できない言動は続いている。まともな話をしないうちに逃げられたら困るけど、意外と素直に話を聞いてくれる姿勢になった。まず何から話したらいいものか、いろいろ聞きたいことがありすぎて、一つに絞れない。そうだ、部長、昨日俺の家に入りましたよね。入ってない。嘘だ、部長じゃなきゃ、誰があんなとこから家に忍び込むって言うんだ。犯人が家に忍び込んだ形跡を残してて、警察に調べてもらったんです。足跡や諸々の証拠からして、侵入者は女性だと言っていました。女性は、私以外にもたくさんいる。地球上の人類の半分は、女性。部長、俺は真剣なんです。そんな言葉遊びなんてしたくないんです。ノリが悪い。そんなこと言ってる場合ですか。今この街で何が起きてるか部長も知ってるでしょう。俺たちの学園で生徒が二人も殺されたんですよ。しかも殺したのは俺たちが作った伊左衛門だという証言もある。伊左衛門が
勝手に動き出すわけない。誰かが中に入って操っている。もちろん俺だってそう思ってますよ。問題は操ってるのが誰かということです。目の前にいる部長の顔をじっと見つめた。部長を殺人鬼だと疑いたくはないけど、このところの動向は怪しまれても仕方ないことばかりだ。部長、なぜ家出したんですか？なぜ俺の家の周囲をうろつき回っているんですか？ゆうやは知らなくていい。今この町には殺人鬼がいるんですよ。知らなくていいの一言じゃ納得できません。警察の中では部長は容疑者の一人として有力視されている。その中で、そして俺の中でも盗聴器の一件が引っかかっている。部長が伊左衛門の中に入っていたという結末じゃないことを祈るばかりだ。何か事情があるならちゃんと説明してください。納得できる理由があるなら俺だって協力しますよ。本当？本当です。何があったのか知りませんけど、ここ数日の部長おかしかったです、うん、難しい顔をした。何か悩んでいるのか。心配してくれるのは嬉しいですけど、正直今の状態の方が心臓に悪いです。部長が何を考えて何をしているのか教えてください。そしたらこうしてモヤモヤせずに済みます。もうすぐ終わるから。え？もうじき邪魔者は全員いなくなる。そしたら私たちは幸せになれる。全部あの人のおかげだよ。真実を明らかにして私にすべきことを教えてくれた。ユーヤと一緒になれる方法を教えてくれた。だから何も心配しなくていいよ。私が今こうしてるのはユーヤの郷土犬のためだ。この普通の表情の目がどうも俺おかしく見えて仕方がないんだ。まただ。あの人って誰のことなんだ？部長が今してる何かに共犯者がいるのか？でも部長の交友関係は限りなく狭い。俺たち以外に頼る人がいるっていうのか。でも、もしも私に協力する気があるのなら、今夜、学園に来てほしい。学園にですか？もちろん用事があるわけじゃない。あったとしても部長の頼みとあらば、多少の要件は蹴っ飛ばしてどこにでも駆けつけるつもりだ。でも、学園は昨夜殺人事件が起きたばかりだ。伊左衛門の着ぐるみも犯人もまだ捕まっていない。学園へは警察が見張ってるんじゃないんですか？そんなところに近づいたら。部長は知らないかもしれないが、警察は部長のことをマークしている。いろいろ不審なところがあるため、事件に直接関わりはなくても重要人物として調べたいと思っているだろう。警察のことは心配する必要はない。学園は神聖な場所。学園の関係者じゃないものは本来立ち入れる場所じゃない。そうは言っても今朝大勢の警官が学園内にいるの見ましたよ。昨夜殺人事件が起きたばかりだ。当分警戒のために見張りを残しておくべきと思うが。私のことを信頼するかしないか、どうするかは夕夜次第。俺次第。このまま部長を生かしていいのか。写真の件を放っておいたせいで事件が起こったんだ。あの人が何者にしろまた同じことが起こるかもしれない。いや、部長が犯人と決まったわけじゃない。俺に犠牲者を教えるために写真を置いたのかもしれない。それともやっぱり部長が犯人で俺を共犯に引き込もうとしているのか。くそ、俺はどうすればいいんだ。ああ、来たかこの選択肢。黙って生かせるか説得するか、一旦セーブしとこう。これセーブはするべきだ。というところで次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。